なんか自分この度に1個開けてきてるから、はい、なんか自分がいいと思う人がいたらなんかあげようと思ってこれをつけてきて、うん、それを本当に早っ、まあ、仕掛けてんな、早ないやばい、はい、手出してる、ありがとうございます、嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。緊張する？前回、ま、前回本当に緊張しなくて、うん、なのに、うん、なんか登場する前バクバクって思ったしからし感じ。本当に緊張。登場したらね、コスモスの子しか。そう。だからもう緊張がそこでバッてなくなったって感じ。なんか彼氏とやりしたいことみたいな。が。パーカーを貸してもらいたいってずっと言ってた。彼氏のパーカーを着たい。あダボっとしてるやつだ。着たい。え、持ってきたけど。本当に。え、すごい。超でかいでも多分。それがいいんです。ダボっとしてるのが。寒かったらね。今あったかい、ね。夜寒いかも。うん。しんない。高校何年生でしたっけ？高校3です。あ、1個上だ。え、2ですか ？2 です。出身は？神奈川です。千葉です。お、近い。近い、近い。食べてもいいですか？え、全然食べに。食べにする。うん。距離を縮めるために。呼び捨てでも。いいので。はい。自分の今のなんか気になる子ってか話したい子がまだ気になるっていうのがなんかこの子っていうのは出てなくて、一番話したいと思える子がゆなちゃんで。ありがとうございます。を伝えたくてツーショットに誘ったんですよ、はい、嬉しいです、嬉しいです嬉しいです。あ、じゃあ好きなタイプ聞いてもいい？顔が濃い人と身長が高い人って言ってます。見た目は、内面は思いやりがあって、うん、自分より精神年齢が高い人。顔が濃い人の、うん、うん、思いやりがある人か。逆にありますか？一緒にいて楽しい人と、うん、一途な人か、うんうん、外見だとギャルっぽいけどちょい清楚みたいな。ちょっと難しいか。うん、難しい。ギャルっぽいけどちょい清楚、うんうん、が、私ですか？自分の中だと思って。あ、じゃあタイプですか？はい、あ、嬉しい嬉しいです。それはこの後も誘うんでよかったら来てください。もちろんです。ありがとうございます。いや、本当に嬉しかったです。一番最初に誘っていただいて来てくれてありがとう。いえいえ。もっと話したいのはマヤト君です。嬉しかったです。単純に。よく見てください、これ。これもらったんです。なんか2つあって、渡したいなって思った人がいたら渡すみたいなで、いただきました。可愛くないですか？ちょっとびっくりしましたよ。でも嬉しかったです。なんか来た瞬間にイサくんがいて、あーってなってで、なんかもうイサくんの印象が強かったけど、でも話してこれいただいて、一番もっと話したいと思いました。